起きな、王子。着いたよ。どうやら工場の方で騒ぎが起きてるらしいね。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。市民の面倒あんたたちに頼んだよ。ああ、任せて。じゃ気をつけて。ノクト、似合ってるよ。似合ってねえよ。防護服は一着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。引き受けてくれてありがとう。その間にミスリルの加工はやっとくから。先に一人ハンターが入ってるけど、多分一人でなんとかなる数じゃないから、協力して駆除してよ。あとちょっと嫌なお知らせ。死骸が発電機をいじってるみたいでさ、出力次第じゃ爆発するかも。急いでね。上がった。おう、援軍か。あ、まあな。ここの奴らはなかなか手強いぜ。はお前さ、あんたもハンターなら分かってると思うが、油断すんなよ。ついてこい、行くぞ。嫌がった。一気に叩くぞ。やばい。うわっ、なんじゃねえか。元からだろう。また頼むわ。任せろ。じゃ戻るか。本当お疲れ。ミスリルは加工しといたよ。そっちのハンターさんもありがとね。うん。グラディオ、先に入っていたハンターというのは。そういうこった。しばらくぶりだな。待て、傷増えた。箔がついたろ。改めてよろしく頼むぜ。ノクト、兄さん、偶然。イリス、お、悪いな、ダスティ。兄さん、戻ってきたんだね。迷惑かけたの謝った？そこで早速働いてもらったわ。そこで？
じゃあ、ミスリル用意できたんだ。それなら私がシドさんに持ってくよ。先に皆無に戻って待ってるから、ノクトたちはしっかり準備してから来て。シドニーによろしく伝えて。こんなに純度が高いのよく見つけたね。お代はいいよ、今度シドニーにおごってもらうから。あ、ノクティス様、お元気そうで何よりです。いえ、ねえ、前にここで買い物したの覚えてる？ああ、市場の。はい、これどうぞ。なんだ？ノクト、まだまだ戦うでしょ。死んじゃったら嫌だからお守り。モーグリって言うんだけどね、みんなを守ってくれる力があるのだから、どんどん使って、傷んだら直すから。じゃあ、カイムで待ってるね。バイバイ。この辺歩いてみんの？大自然ってのは気分が上がるな。ちょっとびっくりした。学校？ああ、まあそれもね。っていうか帝国人でみんな冷たいやつばっかって思ってて。彼女は少し。ノクト上見て、行くんだよ。サンキュー。やってるか。どうだ？さてどうぞ。やめるかもって本当かよ。彼女がだいぶ気になっているんだな。どっちなんだよ。え、何か。シドニーと。どっちって。ちょっと待って。案外真剣に悩むんだな。アナ、カップヌードルの店寄らせてくんねえか。俺もカップヌードル好きだけどさ、グラディオがハマってんのなんか意外。簡単に作れて気軽に食えて、しかもうまい。初めて食った時は衝撃だったぜ。ああ、普段いいもの食べてるから逆に新鮮だった感じね。修行中にふと思ったんだがよ、
いい素材を使った料理ってのはそれだけでうまいだろう。ならカップヌードルにとびきり上質で新鮮な具を乗せたらどうなる。極上になるはずだ。そこでだ、ノクト。お前が一番好きな具は何だ。あー、わかる。ダイスミンチはカップヌードルの要とも言える存在だ。その常識を覆す最上級の肉を探すんだな。いいぜ、俺は大歓迎だ。そうと決まれば実践あるのみだ。ダイナーで情報を集めるぞ。はいはい、付き合えばいいんだろ。いらっしゃいませ。何か飲まれます？ありがとうございました。またどうぞ。ベヒーモスの肉を食うのは初めてだが、なかなか歯ごたえがありそうだな。食われたやつの方が多そうだよな。そういうこと言うなって。情報屋ってすごいね。聞けば何でも出てくるじゃん。専門分野に特化した情報提供者がいるんだろうな。誰かに酒を越される前にさっさと行こうぜ。情報屋が言ってたのはこの辺りか。厚切りのチャーシューにぴったりだ。噛み切れんのかこれ。あとは作って食うだけだ。シルベに行こうぜ。実際食ってみて改めて実感したぜ。カップヌードルはすげえよ。ああ、もうすでに完成されていたな。肉、卵、エビ、三つが調和しねえと、どれか一つが飛び出たってダメだ。俺、次からもっと美味しくカップヌードルを食べられる気がする。だな、俺も。